日本関東地方神奈川県横浜市金沢区。金沢区は横浜市の18行政区の一つ。金沢はかつては金沢と読まれていたが、近世以降加賀藩の金沢が除名になったことから、読みが移り変わったとされている。三浦半島の東側に位置し、横浜市唯一の自然海浜である、野島海岸と市内最高峰の大丸山を有する区を流れる河川には、 二級河川の自重川や宮川を、はじめ、富岡川や六浦川などがある。行政の中心、泥亀は、湯島聖堂の十館であった、長島遊白が、神殿開発を行ったことに由来する。横浜市の最南端に位置し、横須賀市、逗子市、鎌倉市、磯子区、堺区に接する。海岸線を埋め立てた金沢工業地帯と同時に、造成された砂浜。 海の公園をはじめ、横浜、八景島シーパラダイスや、横浜ベイサイドマリーナなど、マリンスポーツを楽しむことのできる複合施設も、最近は賑わっている。古くは、武蔵国僧城軍六浦荘という荘園が設置され、国画や、軍画の支配を受けない、私有地だった。六浦、金沢、釜利や富岡の四号からなっていた。鎌倉時代には、幕府隣接の港町、 六浦うらとして栄え、健康奉仕が用を結んだという伝承のある、現在の上高寺東遺跡や、北条寺による、商明寺及び、金沢文庫、鎌倉市との境に残る朝比奈切通しなどが作られた。古来、砂鉄を産し、これが、金沢の古源と言われる。鎌倉時代初期カマリアの領主、畠山重忠は、本居の埼玉、秩父地方から職人を移住させ、 武具などを制作させた。また、南北朝時代、瀬賀先には、欧州官令、大崎千餅の館があった。影響の乱では合戦場となっている。江戸時代に入ると、1722年に、米倉忠し青具が、下屋国皆川から陣屋を金沢に移し、六浦藩が成立する。米倉氏は、甲斐、源氏武田氏支流であったが、武田氏滅亡後、徳川家康を頼り、 綱吉の時代、同じ向川州の家系であった柳沢義康との遠赤関係から諸行に列した。現在は陣屋後に当主一家が住まう。また、江戸時代には景色の美しさから観光地となり、金沢八景と呼ばれた。富岡海岸では明治初期に外国人が海水浴を始め、明治10年代になると井上薫、三条美美、耳。 松方正義、大鳥圭介ら中央政界の要人が訪れるようになり、やがて、これら要人たちの別荘が建てられた。金沢区内では、一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。金沢区役所管内区長、吉川和夫横松慎一郎維新陽一橋本、厚生林匠港湾漁港スポーツ公立シリーズ。 公立私立公立公立私立区内に支店を置く、信用組合はない。また、JF マリンバンク、神奈川本署が置かれていたが、廃業した、金沢区の市民の森については、横浜市の市民の森、金沢区を参照。ありがとうございます。